はい、こんにちは、ゆげです。今日も先ほどに引き続き続きやっていきましょう。はい、でね、まあ、前回残念ながらイエティを仲間にすることはできなかったんですけど、まあ、今回はですね、まず、まあ、一つの中華屋の用事と一つの小さな用事を済ませて、まあ、時間を見つつ次のダンジョンに行けるかなっていうのを考えながらやっていきましょう。おっと、宿に泊まらないとね。で、一応ですね、予定としては、まず宿に泊まってから、まあ、ひとまず夜になるまで戦いましょう。ちょっと夜のラインハットを見ておきたいので。で、その間にイエティが仲間になってくれたらいいなって感じですね。よし、行こう、張り切っていこう。山イエティ倒そう。山イエティどう？イエティ出ない。めんどくさいのはダンスミュー。いや、本当はね、もっとさらに矢継ぎ早に動画を上げるつもりだったんですけども、まあ、前回の動画のエンコード編集の最中にちょっとパソコンが慣れない暑さにやられたらしくて一時ストップしちゃって、まあ、若干の中断を経て今に至ります。そんな感じですね。もう5月も終わりに近づいてだいぶ暑くなってきましたね。いや、夏大っ嫌いなんでね、なんとかね、もうちょっと涼しい状態で永遠に時が過ぎないかなって思うけども。さあ、もうスラリンももう一丁前になってきたね。いいね。南にいるかな。南の山にイエティはいるか。いない。そもそもイエティ出にくいのかね。いや、欲しいな。逃げた。あと、若干ね、ブラウンの欠点である素早さの低さがちょっと目立ち始めてるな。そして着実にピエールは成長していくと。おらんな。ダンスニードル、こいつはね、まあ踊るのが趣味のやつだけど、まあ敵に回したら厄介だけど、味方にしたところでね、いや、友達になってくれるのはありがたいけど、戦力としてはね、不思議な踊りあんまり使えないんだよね。だから戦力的には使い勝手に困ると。夜、じゃあ夜一戦していこう。はいはい。残念。いや、イエティすら出なかったね。もう仲間にするなってことか。いや、残念、無念、本当に無念。しょうがない。でももう、もう友達だからね、仲間にするある日じゃないですから、あくまでも運命だと思って諦めよう。人は運命には逆らえないってルイマシンゴも言ってたしね。もう無理やりにでも銀河英雄伝説ネタを持ち出していこう、今後も。まだ2回しか言ってないんだよね、銀英伝ネタ。大好きだから言ってるだけだけど。さあ、夜のラインハットはどうなんでしょうか。9年前、ああ、この国の王が奴隷になってちょっとしたとか。ああ、やっぱりほらね、あの4年期の最後にね、ちょっとパパスが言ってたけども、お父さんはヘンリーのことを一番分かってたんだろうね。はいはい。今はデールが王様。どうした？ああ。あんま言うな。兵士に聞かれたらまずいぞ。おっと、それで夜になったら橋が上げられて、おや？ということですね。で、この奥に洞窟があると。つまり、前回言った絡めてから入るということになるけども、あの船を使ってここに入ればきっと中に入れるっていう、そういうことでしょ。OKOK。じゃあそれを確認したから、まあ、ひとまず。ん？本がある。あ、そう。何？月刊ムーとか。不思議なこと書いてあるからな、あの本に。よし、じゃあ、ラインハットの地下の行き方を
確認したところで、じゃあひとまずね、ピエールほか主要メンバーの装備品を買いにちょっと行きましょう。お金もねすごい貯まったから、多分ね最高の装備が整えられるんじゃないかなと思いますね。でそうだ、でラインハットに鋼の剣と鋼の牙があったから、どっちも2000ゴールドだっけ、忘れてた。そのぐらいだから、だから4000ゴールド前後を残しつつ防御を整える旅に出ようということか。じゃあまず一気にアルカパまで行くか。あそこに行くと鉄の盾が売ってるから、そこに行こう。いやいやいや、あーお腹減ったな急にお腹減ったな。なんか食べたいね。昨日ねいやいいや昨日の話はいいやさあ歩いて歩いて、さあこのねすごい名前、爆弾ベビー君、もう いかにも生き急いでる感じの命名がいいんだけど、彼も友達候補の一人です。実ははい、なりません。で彼もね、やっぱり現実世界を車に構えて、うん、真っ当なレールに沿って生きないぞっていう意志がすごい爆弾ベビー君には出てるから、ぜひともねすごい共感するところがあるから仲間にしたくはあるんだよねでもね仲間になりにくいんだよね彼は。まあまあ確かに、まあきっと一匹狼めいたところがあるんでしょう、うん、だからそこをね心を開かせるってのは容易なことじゃないよねきっと。さて、あーお店はもう閉まってるから、ちょっと宿泊まりますか。一泊おいくら？じゃ安い。もういちいち引き継ぎ出てくるの困る。もう数日経ってるからそろそろよ。危ないね、鮮度的なものが。困ったな、捨てるわけにもいかないし。さて、で鉄の盾をブラウンとピエールに装備させましょう。いいね、ブラウンがどんどん強くなっていく。そしてもう一番、あ鉄かぶと、一番鉄の盾が似合う男といえばやはりピエールでしょう。で鉄兜もありましたと。ちょっとねドラ吉にはかわいそうだけど、まあ装備できるけど重たいからね、ドラ吉に鉄兜を装備させるのはむしろ、うん、虐待級のものがあると思うので、装備させるのは今回は見合わせます。OK であとは鉄の鎧か。鉄の鎧はオラクルベリーで行くついでにね、今日ちょうどね、タイミングのいいことに、あ、しまった。オラクルベリーでね、ダービーあるから、オラクルダービー開かれるから、ちょっと、ね、年に一度のことだから、行ってくる。あ、待ってた。年に一度のイベントなので、ちょっとオラクルダービー第80回、行こう。おう。ほら、行き急いでるよね、完全に。ブラウンじゃない、爆弾ベリー。でまあ、実は、うん、ゲームプレイを中断した理由の一つが、まあ、日本ダービーの中継を見てたってのもあるんですけど、実を言うと。いや、オラクルダービーは勝とう。おっとっとっと。世界各地の重賞、各賞を取ってきたスライムたちの一生に一度の夢の共演。が今日開かれるオラクルダービーなわけだから第80回ね、見に行かないわけにはいかないでしょ。一バクトとして、バクトとしてね、急げ急げ、間に合わないぞ。急げ急げ、めんどくさい。ナイス。ドラ吉は成長ばっかり早いな。素晴らしいことではあるけど。
急げ、間に合え間に合え、おう、うん、まあ夜開催ということにしよう。さあワンクルダービー来たよ。はい、さあ確証、なんか倍率が似てる、ちょっと本気でいこう。1号が 2.0 倍、本命は、倍率的に1かで、5はあんまり、もう一つってとこが、あ、でも5も対抗だ。1号が本命で1が早いと、わかった。じゃあちょっと本気でまず1号に20枚かけて候補の群れを立ちつつ、まあ、これまでのね経験からして1-2が強いと、やはり1-2に20枚で、そうだな、1-2-1-5でしょ、んで波乱をちょっと想定して2-3に10枚、あとはちょっとね4号がどうかなって、今日の場は的に、あ、でも上の整備が甘いね、下の育ちは平坦なので4号有利4号20枚かけると80枚でしょ。で、あとはそうだな、もうこれだけでいいか、1-2-1-5でいって、2-3で保険、あ、大穴を見て4-5でキープしつつ残りは1-2全突破、よし、これでいこう。さあ、夢のオラクルダービー開催、出走です、いけよ。2-3が一番倍率高いけど、1-2に期待してるから、いけ。さあ今日の日本ダービーのような結果になるか。本命が来るか。絆絆絆豊か豊か。さあどうだ、1出てる。あ、これは他の競走馬も刺していけるか。おっと、1が焦げた。どうだ、あ、分かんなく、あ、これ完全に分からなくなった。横一線、今日みたい。今日の試合みたい。いけ、どうだ、1、お、1-2?1-2?このままいったら1-2、1-2、1-2、1-2、あ、ダメだ、4が刺した。あ、1は雪切れ、2、おっと、はぁ、はぁ、1-2、あ、決まりました、1-2。武豊騎乗の1が、今年も取った5回勝利だ。すごいね、また1-2だった。あれ、法則ってないよね。はい、おめでとうございます。いや白熱した。1-2だったね、最後まで分かんなかった。いや、いいレースだった今年は。うん、500枚だった、やった。で、ちなみにエルフの飲み薬がもう手に入る。で、あとこれか、100倍。これ100倍にしなきゃメダルキングの剣手に入んないんだ。いやー、すっきりした。ねえ、競馬も勝ったことだし、いい酒飲めるぞということで、休もう。気持ちいいね。また1-2ですよ。この動画でいくともう、3回やって、3回とも1-2か。へえ。こういうこともあるんだね。なんだっけ、1-2の裏技というか、確か1-2が勝ちやすくなる裏技あったけど、あれって確か99枚掛けじゃないと無理だよね。ちょっと詳しいことわかんないで、ちゃんとしたこと言えないんだけど。だからその、なんか裏技的なものは発動してないはずなので、このゲームのターンテーブル的には1-2が今すごいっていうことか。つまり。いや、よかったよかった。ちょっと興奮に冷めやられるところだけど、まあ、一旦落ち着いて、目的の一つであるボード会に行こう。はい、鉄で固めて、あとは鉄カブトは買った。で、あ、コドランね。そっか、コドランにも買ってあげよう。鉄の胸当てを買って。
コドラもね重要な馬車の温め役だけじゃなくて、ぜひともね前線にも出てほしいキャラクターだから。さてこれで基本的な防具、最低限必要な、とんがり帽子、とんがり帽子はいい。最低限の装備は買ってあげることができたはずなので、あとは武器を買ってラインハット行って武器を買ってあげて、で次のダンジョンに行く準備ができるかな。よし、じゃあラインハット行こう。5、もうめんどくさい。もう棺腹立ってくるわ。いやーよかったよかった、気持ちよかったな。ちなみにまた前の過去の動画の話になるけど、過去のパートでそう外れたら日本ダービー馬券買わないって言って、外したから買わなかったんだけど、いや買わなくてよかった当初の予想外れてたからね、よかったよかった。ねえ、そういうまああんまり後々まで残るの動画にあまり時事ネタを盛り込むのもあんま良くないという説もあるけども、まあ、私としては当時の雰囲気を残しつつやりたいから、割と入れていこうかなっていう、現実世界の時事ネタを割と入れていこうかなという、そういう面持ちでいこう。お、行き急いでるね。いいよ、そういう姿勢。嫌いじゃない。OK。どう？やっぱね、心開いてくんないね。はい、お疲れさん。はい、そうです。さてこれでラインハットに着く頃にはいや次のダンジョン行く時間なさそうですね。じゃあゆっくり武器を買って終わりますか、このパートは。あー失礼、武器買いに来たよ。鋼の牙と鋼の剣、まずは鋼の剣をピエールに、で鋼の鎧を、あ、じゃあ鋼の牙をコドランに投げて、で、将来的には毒針を買ってスラーリンに装備させてあげたいけど、お金がないと。で装備を揃いましょう。でコドランは盾装備できたっけ、今拾った鱗の盾とかいける、いけないよね。いいや、鱗の盾もいいか、売っちゃおう。よし、オッケー。よし、じゃあこれでもう準備が整いました。準備が整いました。宿に泊まって体力を回復しました。であとは昨晩見たね、この橋の下にあるから隠し通路というか洞窟が、そこ行って内部侵入を試みましょうというところだね。はい、今回ねメインイベントであるオラクルダービーも見事制したところで気持ちよく終わりましょう。よかったよかった。いやーすっきりした本当にもう息抜きというか、なんていうストレス解消にドラクエ5は持ってこいですねはい、ということで一旦締めましょう。はい、続けません、またすぐやりますけど。はい、それではお疲れ様でした。ご視聴毎度ありがとうございます。